それ、うん、それ絶対いる、お家にいる。これでいいの、ふーちゃん。もっと可愛いのありそうだけど、いいの。にゃんにゃんとかは、これほら。どう、リボンで可愛い、いい感じ。コウ君どれ、一緒じゃん、一緒に見ようね。ライオンいるよ。ライオン、ライオン、ゾウさん、バウさん、ゾウさん、シュウちゃん、どう、これでいい。大きいね。大きいよね。大きい、バウンだ。どうする、それでいい、オッケー。どうすんの、いいの。じゃあピーするか。おしっこ、うん、こう。ふーちゃんもお願いします。ふわさん、ちょっとピーってしてもいい。Thank you.
そういえば出発する前、駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからな。旅を続けるんですよ。お客さんいないよ。あ、いないね。お客さんママいたね。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然と、それから何より一攫千金のチャンスがあります。ほう、川の向こう、小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で、我々は仲間だということをミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。彼らの家はティーピーといって、バッファローの群れを追って移動しやすいように、簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中がよく鹿を飼いに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。ゴー君の顔どういうこと？怒ってる？怒ってんの、ゴー君。ゴー君怒ってるの？あれ？何歳かな？ふーちゃん、これゴー君怒ってる？わかんない。ウコン食べてる。あ、そうなの？どういう顔？どういう顔？ゴー君。それ。何それ。やめて。これだってふーちゃん食べなかったけど、食べる？食べてみ？美味しい。ガブ食べてみ。ゴー君挑戦、ガブって。そんな顔しんけど。いらん？あ、もっとそんな顔する。もっとそんな顔する。失礼しまーす。
ふうちゃん、風邪ひくよ。こっちおいで。ふうちゃん。ふう、あさん。Hey!